野日和のテレ隠し。皆さんこんばんは、河野日和です。河野日和のテレ隠し。この番組は私河野日和が思わず照れてしまうくらいに、素直な気持ちで皆さんとお話をしていく番組です。はあ、86回目ですね。今日はといってももうすぐ今日終わりますけど、大安これでも初見の読み方で素直にいこう。一粒万倍日、大明日大明日じゃ、なんだっけ、教えてもらって忘れちゃった。僕ら日天安日と5つの吉日が重なる日らしい。かっこいい。なんか5つの吉日、なんか平成初期のアニメみたいじゃないですか。なんかあのめっちゃおじいちゃんとかが出てきてか5つの吉日が重なる日、龍が降りてきて宝くじのセレチケが始まるみたいな、ね、あ、欲しいよね、当たる券だけ欲しいよねっていうねそう、宝くじ当たる券だけ欲しい。なんかあの当たりだけ金にしといてほしいそしたらさ、ちょっとなんかおーってなるじゃんねえ。ということで僕が勧めてきた、あのなんか買ったら光る金に変わるなんか10枚並べてで、あーってクソーってしょっぺーなーって思ったら途中キンって変わって、あー糸だーってなりますね。この番組のハッシュタグですが、すべてひらがなでピーをてれてるです。放送中もたくさんつぶえて楽しんでください。それでは早速始めていきましょう。今夜も最後までよろしくお願いします。河野日和のテレ隠し。この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。改めまして河野日和です。やっぱり自分のね、名前を冠した番組を持つ責任感ということで、私は日々こうフリートークのネタを探しているんですよ。ちゃんとみんなは知らないかもしれないけど、私は日々ちゃんとメモってんの、これ番組で話そうかなって。で、ちょっとまあ素敵なねゴールデンウィークとかを過ごして、ちょっとドラマにハマったりとかして、あ、これちょっとこの話しようかなっていう話があったんだけど、なんかあんま話さない方がいいみたいなこと言われて今日の目標はあのカットを作らないなんですよ。で、ちょっともう私は何が話していい話で何が話していけない話か分かんないから、ちょっと結構今からしたい振りと聞いてもらっていいですかって言ったら、あ、ちょっとそれはみたいな、もうちょっとこう余裕のある時だったら全然あのカットとかもあの編集でなんとかできるんですけど、まあ、今日はちょっとまあ一旦みたいな感じになって、ちょっと世の中って分かんねえなって思ったので、まあじゃあしょうがないかなということで、あの代理で持ち込んだフリートーク、最近右側で食べ物噛むようにしているという話をですねなんか整体行った時に顎を揉まれたんですよまずね、あ、私結構歯ぎしりしちゃうから顎を揉まれまして、そしたらちょっと左でばっかり噛んでませんかって言われて、え、私の何がわかんのって私ちょっと思春期モードにその時入っちゃったんですけど、自分で自覚なかったからね。で、その整体に行った帰りにちょっと牛丼食べてたら、多分ね右利きの宿命だと思うんですけど、こうでこうでしょってことはこうなったらこっちなんだよね。つまり箸を右に持つ以上、口の中に運んで最初にこう接するのはやっぱどうしても左側なんですよね。そのままの自然な流れで左で噛み砕いて飲み込んでしまうというのはもう自然の摂理。世の中のあの右利きはみんなあの左ばかりが発達してると、私はこうちょっと読んでないだけでそういう論文があると思ってるんですけど、まあでもこのままじゃいけないと思って、最近はまあちょっとなるべく右で食べ物を噛むようにしている
あのこれで終わっちゃう話なんですけど、ちょっとね、どうしようね、もうしたかったのにな、ダメなんだ。ダメじゃないですけど。ダメじゃないけど。ダメか。ちょっと今日はね、今日はね、今度またします。あのいっぱいカットしていい日に、ね、話したいと思いますので、ちょっと楽しみにしておいてください。あ、でもこれだけは言いたい。え、ちょっとさっきの話だけでいいんですか？さっきの。あのいろんなドラマをちょっと見ようと思ってね、なら全然あの2話ぐらいまでしか見れてないんですけど、ミウ404でやってるんですから、ミウ404を見始めたんですよ。ですっごい違和感があって、2年前ぐらいにネイルサロンで見たことあるんですよ、ミウ404を。あ、なんかおもろそうなドラマやってるやんけと思いながら、こうやって爪ウィーってやられながらね、それを見てたんですけど、私が2年前にミウ404見た時は綾野剛と星野源じゃなくて綾野剛と小栗旬だったの。絶対だ、あれキャスト変わったと思って。ちょっとね、これは始まってますよ。だからネットフリックスで配信するにあたり、ちょっと思想の強い誰かが、いや違う、私の中でミウ404は星野源じゃなくて小栗旬がいいって人がいて、だから多分撮り直したんじゃないかな。だって私が2年前にネイルサロンで見た時は絶対小栗旬だったの。なんか小栗旬がガーターベルトしてた気がするんだよね。ガーターベルトってこれじゃなかったでしたっけ。あ、それ違うか、それサロンペットみたいな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、おぐりちゃん、ごめんなさい、違う、違う、ガーターベルトじゃなくて、何ちょっとこういうやつ、ここやつに引いて、ここパンってやるやつ。おぐりちゃんがサスペンドしてたんですよ。今日はもうちょっと本当に真面目にやる回なんですよ。じゃあもう、はい、もう、はい、もう終わりー。みーちゃんか終わりー。それではこちらに参りましょう。ビヨンパーチ、テーマはこちらです。気づいたらなくなってるもの。いっぱいありますね。あの視力って来るかと思ったらね、来てないんだって。あれって感じなんだけど。あとね、もう一巻って、あ、ちょっと来てるかどうかわかんないかけど話しちゃうんだけど、私はね、シャンプーとかトリートメントねえなくなっててさ、でもあの水で薄めるなんてのはみんながやることえってないんですか。まあ、あの世の中にはそういう人もいるみたいなんですけど、ちょっとね、そういうさ、なんかお風呼吸の洗剤とかもさ、もう私あの霧吹きみたいなタイプのさ、あのスポンジでこすんなくていいよみたいなやつ使ってるからさ、もう出なくなるとさ、もう手で行くしかないのかみたいなことの話になっちゃうから本当困る。なんかそういう時にちょっとだけなんか寿命を分けてあげたいなって気持ちになるね。そのほら、私ってやっぱあの110歳ぐらいまでさ生きれる予定じゃん。生きれる予定らしいのね。そうなると、まあこういう時ぐらいにちょっとシャンプーになんかね、寿命を分けてあげれたら、もうちょっとなんか在庫管理うまくいくのになって思いますね。じゃあ気づいたらなくなってるものでって言ってみましょう。ありがとうございます。ペンネームリクトさんからいただきました。ありがとうございます。コルさん、こんばんは。こんばんは。気づいたらなくなってるものといえば詰め替え用品ですね。やっぱほらいるんで、水で薄める人。とりあえず置いておけるベビーさんからふと思った時にどこにしまったっけなといつもなってますね。わかりますよ。いや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 、いや多分リクトさんはあと1回分水で薄めてますよ。でこうやってシャカ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 ってやって、すっごい泡泡で出てくるんだよね、あれって結局ね。だからあの買い置きしてるトラベル用のね、シャンプーで、まあちょっと違うメーカーだけどいっかでしょ、もう。私なんかね、あともう一個の詰め替えあるあるは、よくあの、いやあれ何なの、 2.3 回分って何。なんかさ、じゃあもうちょっと切りよくしてよって思うんだけど、 2.3 回分とか買うからさ、あれもうないんだっけ、まだちょっとあるんだっけってなりますね。本当に買い置きって大事ですね。ありがとうございます。続きましてです。ペンネームこのはさんからいただきました。ありがとうございます。気づいたらなくなっているもの、でーたーみーんかしゃ、コロさん、てれてって、てれてって、初めてお便りをお送りします。あら、ありがとう。私の気づいたらなくなっているものは目薬です。え、
私は普段はメガネをかけているタイプの人類なのですが、遠征するときはコンタクトをつけています。いいね。コンタクトをつけていると目が乾きやすくなるので、目薬を使用して目を潤しています。驚くことに目薬を使い切った記憶がなく、いや本当それな、 います逆に目薬使い切った人って。ね、遠征をする前日の荷物をまとめる際、毎回目薬を探し、結局見つからずに新しいものを購入してしまいます。おそらく遠征先で足が生えて知らぬ間に逃げていってるのかなと考えています。自分は目薬に嫌われているのでしょうか。なんかすごい、あの目薬で思い出す印象的な話があって、これって思ってでしたのかちょっと忘れちゃったからあれなんですけど、あの専門学校の1年生の時にすごい通学時間が長かったんですよ。学校まで住んでる場所が遠かったから、だからこう通学時間ちょっとこう目をつぶってちょっと休もうかなってなって、あのあとそろそろ2駅かなぐらいでポッケの中から目薬を取り出して、あの目をシャキッと覚まさせて授業に臨むぞっていうのが私のルーティーンだったんですけど、ある日こう寝ぼけまなこでポッケから目薬取り出して刺そうと思ったら、なんか液が全然出てこないので、新品のはずなんだけどなと思いながら、もうグイ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 押して、やっと一滴ピチョンって目に落ちた瞬間に強烈な違和感を感じて、えっって思って手元見たら、えちょっとやばい、これカットかな、あの無比だったんですよあのポケ無比ポケ無比、あのちょっと細長いタイプの目薬使ってたからちょっとね勘違いしちゃったんだよねで、まあちょっと真面目だったから、ほらあの言うように私はさ、あの学校サボったこととかなかったから、当然あの自分で自分の面倒を見なきゃいけない、こう成人間近になってもとりあえず学校行かなきゃと思って、あの目に無比さした状態で学校に行ったら、ちょっと眼科行ってきなさいみたいな話になって、眼科行ってきて、受付で今日はどうされましたかって聞かれて、あの目に無比さしちゃったんですけどって言ったら、えぇ、ー、って言われてちょっとねえ、私だってそうだよって思いましたそ, う、まあ、そういう話なんですけど、特にオチなんかないよ、それがあのリアルだからねで、あの結膜炎にならないようにちょっとあの目の洗浄をしましょうみたいなことを言われて、それでまあことなきをゲッツって感じだったんですけどねはい、終わりだから別にオチも何もないんだって、別になんかそれでなんか第二の力を得るとかもないからね、フリートークって難しいですね。続きましてありがとうございます、ペンネームアルミ缶の上にあるテミスさんからいただきました、ありがとうございます。気づいたらなくなっているものデータ、テロリン、ギュインギュインギュイン、コロさんこんばんは。こんばんは。私の気づいたらなくなっているものは脱臭炭です。わかる、なんかさ冷蔵庫開けるたびに精気吸われてるよね、多分あれね、冷蔵庫の嫌な匂いを消してくれる優れもののはずなんですが、縁の下の力持ちを血でいくというのでしょうか、気づかぬうちにちっちゃくなってます。そもそも彼はいつが買い時なのかいまいちわかりません。小さくなった後も脱臭機能があるのか、使命を果たしたら小さくなくなったのか、これが未だにわかりません。でも、誤解されやすいだけで決して悪いやつではないんです。河野さんだけでもあいつのことを分かっててください。あの脱臭炭とさ、あの米びつのあの唐辛子みたいな形のやつ、あれってすぐなくなるよね。あとなんか脱臭炭買う時って結構自己肯定感が高まりきってる時、あー脱臭炭買いますかみたいな、新しいリップを買うんじゃない、おしゃれな女子は新しいリップを買うんじゃなくて脱臭炭買うのあのちょっと気持ちが高まってる時はねって思うんですけど、どうでしょうか女子の皆さんおしゃれな女子なんかはねこんな番組見てないと思うんですけどねえ、そっか。ってでもさ、脱臭炭とキムチはセットで買った方がいい。あのキムチ売り場の横に脱臭炭ね、売ってくれたらいいと思う。私が買うキムチが悪いのか、なんかなんか冷蔵庫がでっかいキムチになっちゃったのかなって思う時たまにあるないかな、私だけかな、なんかね。でもキムチ好きだから食べちゃうんだよね。ちょっとそういう売り場の工夫があったら嬉しいなと思います。続きましてありがとうございますペンネーム、どこしょーさんからいただきました、ありがとうございます。コロさん、チェカポコ初登場です。うわあちょっと一応このメールアドレス控えといてくださいね、なんかメールアドレスからもうお前ふざけてるな。どこしょー、コロさん、チェカポコ初登場です
私の気づいたらなくなってるものは友達です。学生の頃はそれなりに友達がいましたが、社会人になり気づいたら周りの友達は数えるほどになっていました。私はよく河野さん筆頭に女性声優さんのラジオを拝聴しているのですが、そこで聞いた話題を友達が言ってたんだけどさーと言って数少ない友達との会話に役立てています。これからも私の良き友としてたくさんお話聞かせてくださいね。とても応援しています。ペンネームうんどっこいしょびっくりびっくりタンシバ。あーなるほどね、大物ですね。うーんそうだね、ふるいにかけられてるんじゃないかな。よりあなたにマッチした友達が残っている。逆に全然それって悪いことではなくて。どうしよう。まあ、いりゃいいって思うんじゃないですからね、友達も。そうですよ、まあね、いたらいたら越したことはないですけど、そうですね、私の良き友としてたくさんお話聞かせてくださいね。まあ今のところは今のところはちょっとね、今 Y 字路に立ってる。定字路でも構いません、 Y 字路に立ってる。どう育てていこうか、んーどこしようこれから。いや、羽外そう、もっと。私は君のもっとこう解放した姿が見たい。いやいいよ、私のこと友達だと思ってくれて、ぜひ友達にとっているようなコミュニケーションを私にも見せてください。私はそれをね、画面という一枚を挟んだからこそ何か楽しめるものがあるかもしれません。あなたからのメールを引き続きお待ちしております。あ、こんなものだそうで、いやー気づいたらなくなっているものですかね、いろいろありますね。はい、ほんまにこうね、あったらいいですね。はい、ということで、気づいたらなくなっているものデートでした。みんな聞くのだ、次回はなんとピヨテレテル特別企画をします。こちら、ババン、東方スペルカーニバルをするをやるということで、次回は私が連戦うどん芸人稲葉役として出演する東方スペルカーニバルをプレイする回となります。6月6日に発売予定のゲームということで、一足早く体験させていただきますので、皆さん次回もぜひよろしくお願いします。というね、そんな、なんとそんなことあると思って私もびっくりしました。やってみるもんですね、番組というのは続けているとこんなことな。こちらメーカー様全面協力でございます。皆さんちょっとどうしよう、なんかどう喋ってもふざけてるみたいな空気になる、どうしよう、うこんな予定でやりたわけじゃないんだな、マジガチ超真面目、本当にもうメガネかけてこようかな来週次回。本当にありがたい機会でして、まさかボイス収録をさせていただいた時はこのようなありがたいお話が来るとは思わず、ただただうどん芸人ちゃんにね、うどん芸ちゃんにこう向き合った結果、なんとメーカー様全面協力のもと東方スペルカーニバルを一足先にプレイできるということでね、びっくり、なんでって思うよね、みんなも、私もなんでって思ったよ。そしてマネージャーさんが教えてくれたんだけど、東方スペルカーニバル6月6日発売なのですが、こちらアミアミさんでも予約受付中でございます。こちらアミアミ限定版もございますのでね。なんかこう言葉にしなくても伝わることってあるよね。ね、こちらアミアミさん限定版も現在予約受付中ですので、ぜひ、いろんな、予約のね媒体ございますので、その一つとしてチェックしていただけたら嬉しいなと思います。東方スペルカーニバル、東方を元から好きなあなた、東方触れてみたいなというあなた、ぜひ次回のピヨテレテル先行プレイを楽しみにしていてください。ということでね、ピヨサーチとかいう
コーナーは次回はやりませんので本当によろしくお願いします。じゃあここから普通のお便りを紹介していこう。下げる必要ないのにねなんかもう、ま、難しいよコミュニケーションって、ペンネームアイムハッピーさんからいただきました。お前元気にしてたか。コロさんチャコポコチャコポコ。前回第85回にて気になることがありました。アイムハッピー枠って何ですか。可能な限り言語化をお願いします。その枠の名前になっているということは僕がその枠から出ることはないのですね。アイムハッピー枠増えろあーこういうとこなんだよね。あれアイムハッピーっていくつでしたっけ。年下でしたっけ私より。ちょ忘れちゃったな。そっか、可能な限り言語化を、まあ、何でも言葉にすればいいってものじゃないというのはねさっき分かったことですけれども、なんて説明したらいいんだろうね。なんか投げてくるボールが全部変化球みたいなことかな。なんて言ったらいいんだろうね。アイムハッピー枠プンプンとかじゃなくて増えろみたいなね。そこそれ、うん、わ打つぞ打つぞって思ったらこうカクーンって下がっちゃって、あーみたいなね、三振だみたいなことかな。でもこれは決して不名誉なことではなくて、あなたのペンネームハンドルネームがすごく素晴らしいネーミング、アイムハッピーですよ。自分幸福と書いてアイムハッピーですからね。この世で一番いい四字熟語ですから誇らしいことだと思ってください。続きましてありがとうございます。ペンネームヒゲラクダさんからいただきました。ありがとうございます。リオちゃんチャカポコチャカポコ。僕の弟は僕自身じゃなくて弟かっこ実在するは歯磨きしながらトイレに行きます。ピオちゃんは許せる許せない何このなんかちょっとわかんない、あんま見たことがないかわかんない、闇のチコちゃんみたいなさなんかちょっとそんな感じがするんだけど、僕の弟はしかも僕自身じゃなくて弟かっこ実在するっていう文章いるいらなくない。歯磨きしながらトイレに行きます。許せる？許せない？そっか。行かないんだみんな。許せないよね。許せないよね。歯磨きしながらトイレってね、大忙しだもんね、だってねえ、うん、でも私って歯磨きうまくて永久歯になってから虫歯ないんですよね、うん、これって結構大事なポイントで、でも、かか不かかっていう質問だったらかだと思いますよ。実際トイレに行きながら歯磨きをしてたって虫歯ができてない人類だっているだろうから、朝とかだってさみんなそんなに優雅ちょっとやばあれあれね、おかしいな許せないという結論でよろしくお願いします続きましてありがとうございます。ペンネームしがない受験生さんからいただきました。メキシロクソガキ、ピューちゃんこんばんは。こんばんは。コアの日よりという存在を知ってから10日くらいしか経っていませんが、試しにお便りを送ってみます。もう私から離れてほしい。なんか近づきすぎると嫌われちゃうから、もう11日目を作らないでほしい。そう、いい女だから11日目は存在しないよ。私は今三大国家資格と呼ばれる難関資格の受験生をしており、なんだろう三大国家資格
漢検英検トイック英語だった違う違う違う漢検英検なんだろうねボールペン講座みたいな3大国家資格日々の勉強の他にも孤独不安とも戦っています大変だ ねそんな中シャニマス6ツアーライブの写真に写っているピューチャーを見てなんだこの笑顔がドストライクの女性声優はと雷に打たれたような感覚になりヘラヘラすることだけは得意なんですこの人は間違いなく今の私を元気づけてくれるとねえどうしようもう見ないでなんで見てんだよふざけるなと即座に検索しこのラジオに行き着きました少し話はなんか検索よけしませんピーを照れてるもなんか検索よけなんか伏せ字とかであのたどり着けるようにしてほしいでサイトを一番下までグリグリグリってするとパスワードは誕生日プラス何々みたいなやつにしてほしいな、ね、少し話は変わるのですが私には元カノから告げられたはいちょ前だね、別れよのセリフを思い出すということによって笑っちゃいけない場面でもすぐに真顔に戻せるというジンクスがありますジンクスではなくないしかし5年くらい機能してたこのジンクスがピオちゃんのラジオだけ通用せず電車の中や散歩中でも笑顔が止まりません私がこのラジオに出会ったことでやっと過去を清算できるのでしょうかはたまたこれは新たな恋でしょうかあー気のせいです恋か何かかと言われたら気のせいですね、うん、恋だと言うなら覚悟はあるじゃあこんななんかまだ10日しか経ってないのに恋とか言わないでくんないどうせ13日目には私に失望してるくせにであれだよ元カノと寄り戻してんだでピオちゃんに言われた気のせいという言葉を思い出すたびにすぐ真顔に戻せるっていう戻れるってジンクスに変わるんだよねっててか元カノいんのかよ一丁前だね本当そうなんだ別れよそっかなんかあるかなそういうエピソードあのなんか塾で同じ学校でかつクラスも一緒でかつ塾も一緒みたいな人って別に数人いるじゃないですか田舎でそんなにあのいっぱいいっぱいこうあっちにもこっちも塾があるわけでもなかったのでというのもありでみんなでこうちょっと合間に自習みたいな空気になった時になんかさ何々くんと何々ちゃんってさ私付き合ってると思ってたわって言ったら付き合ってた上にもう別れた後だったんだっていうねっていうねっていうくらいなんか恋路って複雑なんか付き合った人はネームプレートを下げて街を歩いてほしくて誰々さんとお付き合いをしています過去何ヶ月みたいなそれがあったらあの日の不幸な私もいなかったのにねってはい終わりですなんかちょっと難しいもうちょっとシステマチックになってほしいですねなんか街の監視カメラを増やしている時間があるなら全ての恋人を国家で管理してほしい付き合ってる人こうネームプレートを下げてやっぱ暮らしてもらえると便利今回の紹介以上です番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています番組の投稿ページから送ることができますので私に伝えたいことどんなことでもいいので送ってくださいお待ちしてますとりあえずちぎりに来たよギチギチに河野日和のずる隠し
についての重要なお知らせなのですが、もうここまでで尺いっぱいいっぱいなのでやめます。コーナーをもう終わり、ピオタスは終わり、ピオタスは終わり。ちょっとしっくりきちゃった。あの、もう終わりにします。ピオタスもうやめるってことですね。つまりだからちょっと次回はできないんで、次次回にここまでもらってるピオタスのメールを紹介したらもう終わりにします。もうなくなるってことです、ピオタスは。なのでピオタスを惜しむメール、終わる前に最後にこう紹介しといてほしいメールなどがあれば送ってくださいということを告知してピオタスは終わりたいと思います。以上、ピオタスでした。第86回放送エンディングの時間となってしまいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは最後に改めて次回予告。なんか次回収録にメーカーさんも立ち会ってくださるらしくて、コンパイルハートさんがね、みんなコメントをね、そのような空気で一つよろしくお願いしますってことを言っときたいな。で、次回はメインコーナーとしましては東方スペルカーニバルで遊ぶということがメインコーナーになります。ちょっと普通歌とか読めるのかな、わかんないけど、まあ、一応送っといてもらえたら、まあ、おまけとかで読むしって感じですね。ちょっとふわっとしててすいません、ちょっとごめんなさい。あのなんだ、大なり小なりみたいな、あのくの字みたいなやつあるじゃないですか。あれのヒエラルキー的に言うと、ちょっとあの次回だけは東方スペルカーニバルさんがちょっと全てのヒエラルキーの頂点なので、ごめんなさい、すいません、ちょっとそんな感じでよろしくお願いします。みんなその代わり私激烈爆馬プレイで皆さん楽しませたいと思いますので、これでちょっとね、もしかしたら私がゲーム実況者として一世を風靡する伝説の一夜になるかもしれないから活目せよということでね。他にも番組には皆さんからのメールをお待ちしてます。ちょっと活目するようにあれザコ師匠さんが使ってるあのカチカチってやつを用意しといてもいいかもしれませんね。何でもかんでもメール送りまくってください。すべての投稿は投稿フォームからお待ちしています。あ、東方好きみたいな情報とか、スペルカーニバル楽しみみたいなあのメールは絶対に採用しますので、言い過ぎ言い過ぎ絶対に採用します。送ってください。またこの番組にはファンクラブがございます。料金プランによって特典様々ございますので、詳細ファンクラブページをご確認ください。私からのお知らせですが、改めまして6月6日に発売されるゲーム東方スペルカーニバルに霊戦うどんゲイン稲葉役で出演します。次回ピオテレでテレテレで特別企画も行いますので、発売を楽しみにしていてください。そして、こっちっていつもなんて言ったらいいかわかんないよね。私個人からのお知らせです。犬冬毛が抜けました。別に飼ってないんですけど、全国的に犬の冬毛が抜けました。近所をお散歩する人間の皆さんは、ぜひ散歩されている犬の毛に注目してみてください。ということで終わっていく。そうですね、この後はあみあみチャンネルの会員さん限定でもう少しだけ番組が続きますので、あ、姉オーディション最終回でございます。なんかもうちょっとブレイキングダウンみたいにしたかった、なんか姉同士の葉っぱの掛け合いけど、どうかなってちょっとピオクラミクル的にはちょっと今回ね、あ、じゃあそことそこねみたいなね。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手はコノヒウリでした。次回楽しみだね。バイバーイ。コノヒウリの照れ隠し、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。お姉ちゃん、なんかクラスの連絡も回ってきたんだけど、え、なんか伝説のピオマスターのアンテナ、こうご利用
神殿、ゾック、ディスク、テルマ、ニッカ、ブリザード、マッキー、四本線のパンジー、ラテって知ってる？知らないよね。じゃあこの電話切っちゃっていいかな。あ、なんかファックスも届いてるわ。黄金のピオマスターのアイスユー、イガタ、犬のヨーゼフ、エクストリーム穏やか、片桐かもしれない、キシン、キミ、サッキュン、サヨさん、シーナヨシキ、シーポン、シノプ、ジョンボ、シンパンジー、スカイ、タカリャン、ダニー、チョウくん、沼の綱三郎、ネイチャー、熱湯、V3、プーキ、ミコク、ユイツキ、ユージ、ユウスケ、ユカピオ、ヨウトウペッペッペ、リクトって知ってる？あ、知ってるんだ。え、なんかファックスなんか中に戻ってっちゃった。あのウィーンってあのウェーって出てきたやつがもう一回ファックスの中にウィーンって戻ってっちゃったわ。うわ、その他の会員のみんなも知ってる？あ、知らない。そうだよね。あ、姉ちゃん、俺がいないとしょうがないんだから。すいません、ご支援ありがとうございます。